こんばんは。今日のクラブハウス命が喜ぶショールームはデザイン工房光、安藤裕二さんがパーソナリティで、テーマは分かち合うでした。縄文時代、私たちのご先祖様はどのように暮らされていたのでしょうか。縄文時代には人々は長い間同じところで生活できる家を作り、みんなで集まって生活するようになりました。これが村の始まりです。自然の恵みを大切にしながら自給自足の生活を送り、自然との調和や住環境を大切にしていました。また気候や環境の変化といった自然の移り変わりに寄り添いながら、助け合い力を合わせて暮らしていました。縄文文化という優れた文化は、自然の豊かな恵みを暮らしに取り入れてきた人々の知恵と技術、そして自然とともに生き、家族や仲間を大切に思う心が育まれていきました。私たちの DNA にはしっかりと縄文文化の先人たちの記憶が刻まれています。しかし時代が変わり、自然とともに生き、家族や仲間を大切に思う心が希薄になり、江戸時代末期、西洋の考え方、物質の損得が強くなった明治維新からさらに拍車がかかりました。私たちは命が喜ぶという物差しで、住む人が喜び、体が喜び、心が喜ぶ家づくりをすることで、自然が循環し、自然が調和する命が喜ぶ家をお届けしていますが、すべての人にお届けできるわけではありません。個人で土地を所有し、家を所有するためにはある程度の力が必要です。建てた瞬間は家を建てたということに満足しますが、体と心のバランスが保てないと喜びは長続きしません。個人で土地や建物を35年の住宅ローンを組んで所有するということは、その間数千万のお金を寝かしてしまうことにもなります。いっぱい我慢をしないといけない家を建てるのであれば、個人で所有するという発想ではなく、みんなで一緒に喜びに満ちあふれた集合住宅をみんなで力を合わせて建てれば、体と心のバランスが整う命が喜ぶ家に家賃だけで住めます。今までの概念でアパートを建てれば、地主様が1億円以上の借金をしないと実現しないので、どうしても借り手の住み心地よりも外観の見栄えや利回りだけを優先したアパートになってしまいます。建築にコストをかけれないので、住む人がいっぱい我慢しないといけないアパートになります。新築の時はいいですが、10年もすれば満室にすることができずに空室になったアパートが全国に200万ともあります。大家さんは経営が成り立っていません。光の建築のアパートは、みんなが喜びのために分かち合って実現するアパートです。土地をお持ちの地主様は30年間の定期借地権で喜びのために土地を出す。毎月地帯だけでなく、たくさんの喜びをもらえます。力のある方は喜びのためにお金を出す。出資したお金は毎月たくさんの喜びというお金に変えられない利回りと一緒に戻ってきます。知恵や技術のある方は喜びのために知恵や技術を出す。命が喜び、体が喜ぶ住環境は住まう人の暮らしを豊かにします。そして借り手は土地を買ったり家を買ったりしなくても、命が喜ぶこんな素敵な住環境に家賃だけで住めます。30年後には土地を提供してくださった地主様に恩をお返しできる定式借地権です。解体して更地にしてお返しするのが定期借地権ですが、命が喜ぶ家は日本の住宅のように30年ぐらいで廃墟になることはありません。無償でお譲りすることもできます。力がない時期に個人で土地や建物を所有すると、いっぱい我慢して家を建てることになります。親が我慢して建てた家には子供たちも魅力を感じません。実際30年経った新興住宅地は
老人だけになり廃墟になっている団地も日本中に多くあります。みんなで分かち合うことでその時代その時代必要な人が集まり、時が経てば経つほど愛着が深まり、欧米のように未来へ紡がれていく建物となり、土地も生き生きし続けます。思いが共有共感を呼ぶ時代です。助産所や保育園、幼稚園などの融合した子育てを支援する施設や、有機栽培を勇気を持って楽しむ若者が集まる農業施設など、みんなの家、みんなのふるさとが分かち合う大和心の DNA に刻まれた縄文時代の知恵や技術が光となり、日本中へ、そして世界へ広がっていきます。この同じ周波数、志、愛を持った仲間がどんどん集まってきています。光の建築、とても楽しみです。